現代語訳北条記鴨の蝶梅佐藤春夫役川の流れは常に耐えることがなくしかも流れ行く川の水は移り変わって絶え間がない本流に現れる飛沫は一瞬も止まることがなく現れるやすぐに消えてしまってまた新しく現れるのである世の中の人々の運命や 人々の住みかの移り変わりの激しいことなどはちょうど川の流れにも例えられまた本流に現れては消え去る飛沫のように極めて儚いものである壮霊を極めた花の都の中にぎっしりと立ち並んでいる家々はおののの美しく高い田舎をお互いに競争し合っているこれらのいろいろな人々の住みかはいつの時代にでもあるもので決して絶えるものではないのであるが さてこういう季節さまざまな人々の住みの中に普遍のものを見いだすということはできるものではなく昔のままに現在までも続いているという住みはほとんどなく極めてまれに昔の美しさのあるものを発見するのがすこぶる難しいことなのであるこの辺に美しい立派な住みがあったのだがと見てみるともうその家は去年焼けうせてなくなっていたりする。 またこんなところにこんな立派な住処はなかったのにと思ってみると前の貧しい家は焼けうせて現在はこれほどの立派な住処になっていたりするものである。このように昔お金持ちであって立派な美しい住処に住んでいた人が今は見る影もなく落ちぶれて昔の住処にひぶればほったて小屋同様の住処に住んでいたりする。こんな運命が人々の歩まねばならないものなのである。 昔からの知り合いはいないものかと見てみるとそうした人はなかなかに見つけることができなくてところも昔のままのところであるのにまたそこに住んでいる人々も昔のように多数の人々が住んでいるにかかわらず10人の中わずかに23人しか見いだすことができないありさまであってまことに人々の歩むべき運命の道のあまりにも変転極まりないのを見ると感動に絶えないものがある。 人間のこういう運命朝に生まれては夕に死していかなくてはならない儚い運命変天極まりない運命こういうことを深く考えてみると全く結んではすぐに消え消えてはまた結ぶ水流の歌方のごときものではないかと思ったりする本流に結びかつ生ゆる飛沫の運命それがせんずるところ人々の歩むべき運命なのである。 一体多くの人々がこの世に生まれ出てくるのであるがこれらの人々はどこから来たものであろうかそしてまたどこへ行ってしまうのであろうかなどと考えてみるとどこから来どこへ行くかという問いに対して答えうるものはどこにもいるものではなくどこから来てどこへ行くかは永遠に得を得ない謎であって人々はこの謎の中に生まれそうして死していくのである。 水に浮かぶ泡が結びかつ消えるようにかくはかなく得を得ない運命を歩まなくてはならない人々はまたこの世に起きて何を楽しみ何を苦しんで生きているのであろうか泡のごとくに消えなくてはならないままかの人生の中でどんな仕事に面白みを乱しまたどんなことで苦しんでいるのかと多くの人々の答えを求めたとすれば各種各様に答えが出て決して一つのものにはならず 結局何を苦しみ何を楽しんでいるのかまた何をなすべきか等ということも一つの永遠に解き得ない謎になってしまうのである。長い年月の間に火事のために地震のためあるいは他のいろんな返事のために立派な美しい家がなくなってしまったりまたお金持ちの家が貧しくなったり尊い地位にあった人が卑しい身分に落ちぶれたりする。 こうした人々やその住みかの移り変わりの極まりないことはあたかも朝顔の花に置く朝露とその花とのようなものである花は梅雨の住みかである梅雨は朝顔の住人である梅雨が先に地に落ちるか花が先にしぼんでしまうかどちらにしても所詮は落ちしぼむべきものである梅雨が夕日の頃まで残ることはなく また朝顔とても同じこと朝日が高く昇ればしぼむべき運命なのである人々と人々の住みも所詮は朝顔に置く朝露と朝顔の運命とをたどらねばならないものであるどちらが先に落ちぶれるかそれはわからないが所詮は落ちぶれるものなのである自分はこの世に生まれて早くも40年という長い年月を暮らしてきたのであるが 物心がついてからいろいろと見聞してきた世間のことには全く不思議なものが数々あるのである。これらの多くの見聞したものを少し思い出して書いてみることにしよう。昔のことではっきりとは覚えていないのだが確か安元3年4月28日くらいであったと思うが風のものすごく吹いている日でついには大嵐となった日のことである。 京都の東南部の某の家から折りやしく火が出たのである何しろ強風の吹きすさぶ時であったからたまったものではないたちまちの中に火は東北の方へと燃え広がっていったそしてついには朱雀門や大極殿大学寮民部省等の重要な建築を一夜の中にことごとく怪人としてしまった この大火の火元の防火というのは後の調査によると樋口富の工事にある住処で病人の住んでいたものであった燃え上がった火炎は檻からの突風に折られ折られてそれこそ扇を広げたような形になって末広がりに広がっていった火元から遠くにある家々は猛烈な煙のために全く囲まれてしまって人々は煙にむせび 呼吸すら全く自由にはできないありさまであった炎上している家々の近くの道路は火炎があふれ出てくるために人々の通行を全く阻止してしまった都の大空は延々と燃え上がる炎のために夜は火の海のごとく深紅でどれだけ強い火がどれだけ多くの家々を燃やさんとしているかを物語っていたまた一方風はますます強くなるばかりで一向に静まりそうにもなく その強風は時々火炎を遠いところへ吹き飛ばしてまた新しく火事を起こしてますます火事は広がっていくのであった嵐と火事の真っただ中に囲まれた今日の人々は全く半狂乱でそのなすところを知らずというありさま皆もう生きた心持ちもなくいい自然の成り行きに任せて見ているより仕方がなかった難易をするなどという頭はまるで働かず呆然自失 全く手の下しようがなかった。吹きつけてくる煙に巻き込まれた人は呼吸を止められてぱったりと倒れ人事不正になりまた吹きつける火災にその身を巻き込まれた人々はちょっとにその場で尊い一命を奪われてしまうこともヒントであった。 こんな混乱と危険との間を幸にもかろうじてその生命をまっとうして無事に脱出し得た人々でも自分の住みかから大切な家財道具を持ち出すことはまるで不可能で大切な家財が皆火災のために怪人とされてしまうのを目の前に見ていたそれでいてどうすることもできなかったのであるこのようにして焼けうせてしまったもろもろの家財道具あるいは宝物 その中には定めし先祖伝来、不祖伝来のものもあったであろうに、それらのものの値はどれだけであったか考えてみることもできないほどに莫大なものであったろうと思われるのである。苦行の屋敷がこの土の大火のために16という多数も焼けうせてしまったほどであるから、まして身分の卑しい祖聴人たちの屋敷の焼けうせた数は数えることもできないほどに多くあったことと思われる。 この大化は今日の町の3分の1というものをわずかの間に灰にしてしまったのである。数多くの人々がこの大化のためにその尊い生命までも落としているのである。これらの中には青年少年で将来どれだけ偉大な仕事をやったであろうと思われる人々も少なくなかったであろうに惜しいことをしたものである。人間でさえこんなことになったのであるから。 まして畜生である馬や牛の焼死したものは数知れずあったわけである。人間は本来いろんな愚かにもつかないことをするものであるがとりわけ今度のように一朝にして全てを怪人に帰するというような危険性の多分にある都会の中にあって一朝にして倍となる運命も知らぬげに自分の住みかに大層なお金をかけてああでもない。 こうでもないといろいろと苦心して建てることほど間抜けな愚かしいことはないとしみじみと思い当たったこうして苦労して建てても一丁火炎に見舞われればちょっに怪人となってしまうのであるのに全く建物にお金をかけたり苦労するほど馬鹿らしいことはない自称四年の四月の頃にはまた大きな旋風の立ったことがあった京極のほとりに起こって六畳の辺りまで吹いたものであった 全くものすさまじい勢いのもので三、四丁も吹いていく間にぶつかるところの大きな家でも小さなのでもどんな家でもほとんど覆したり破壊したり破損したりしたものであったそれほどすさまじい勢いに吹き募ったことであった旋風に巻き込まれてそのまま地上の上にぺしゃんこに倒されてしまったものや桁と柱だけが残って障子や 壁はすっっっかかり吹き抜かれてしまたたのもあったそうかと思うと門を吹き飛ばして四五丁も先に持って行ってしまったり柿を吹き飛ばしてしまって林家との境を取り除けてしまって庭続きにしたりして方々に飛んだ悲劇を起こさせた家々にあるいろんな家財道具の類も根こそぎにすっかり空に吹き上げてしまった。 屋根を覆っているところのひわだブキータのたぐいはちょうど冬の頃に木の葉が風に舞い上がるように乱れて空に吹き上げられた。煙が都の空を全く覆ってしまったのではないかと思われるほどに都の空にはゴミやホコリが舞い上がって展示すために暗きを感じたほどであった。人々の話し声などは荒れ狂う強風のために全くかき消されてしまって聞こえるところの騒ぎではなかった。 都の町々に聞こえるものはただ風の吹き荒れるすさまじい音響のみであった。その風の荒れる様のすさまじさはまるで伝え聞く地獄の豪の風が現実の世に吹くのかと思われるほどのものであった。吹き倒された家、破損された家、それら家々の無残な様子は全く目も当てられないほどである。 また、住処などの破損した場所を修繕し様として外に出て仕事をしているとそこへ何か大きなものが吹き付けてきて哀れにも不具者となるというような人々も数多くあった。まことに気の毒な人々である。この旋風はまた西南の方に向かって動いていってそこに住んでいる人々に対しても前同様にいろいろな損害を与えて人々を悲しませた。春夏秋冬を通じて風が吹かない時はないものであるが、 いつもの風は風情のある心持ちの良い風であるのに今度の風は凄まじい風で数多くの損害を人々に与えたのである。こんな風は何年かの間に一度とあるか無期かの風であってまことに珍しい例外とも言うべきものである。今度の大惨事のことを深く考えてみるとこれはきっと天の神様が地上に住む人々に対して一つの警告として与えてくださったものだと考えざるを得ないのである。 自四年六月頃の出来事であったのだがにわかに都が他の場所に移ったことがあったこのことが非常に急に不意打ちに行われたので都の住人は驚きかつは狼狽したのであった大体京都に都が定められたのは佐賀天皇の御時であってもう既に404年も経っているのであるから 何か特別の事情のない限りはそういいと都を改めるなどということはあるべからざることなのであるだから人々はどんな特別の事情があるのかと心配してその心配のあまりに平和であった人心が乱されてしまったのも誠に無理からぬことではあったけれども人々の心配も何もあったものでなくついに天使様はもとより大臣 苦行たちも皆ことごとく新しい都である福原へ移転してしまった世に重要な地位を占めて働いている人々はもう誰一人として古い都の京都に住んでいる人はいなくなってしまった暗い人心を極めることを唯一の希望とも理想ともする人々や 天使様の見覚えのめでたいことを願っている人々は一日も早く古い都を捨て去って新しい都の福原へ移り住むことを一途に心がけたけれども世に取り残されてくらいもなく何らの望みも理想もない人々はこの出来事に対して悲しみ憂えながらも古き都を捨てずに寂しく残っていたのである好意交換の人々 裕な人々のいなくなった古き都のありさまはあまりにも物寂しかった軒並みにその美しさを争っていた堂々たる住処は日が経つにつれてだんだんと住む人もなく手入れも行き届きかねて荒廃し果てたまたその住処の中にはぶち壊されて福原へといかに組まれて淀川に浮かべ送られていったのも多い壊れた屋敷の跡は見ている間に畑になってしまった 誠に昔の面影すら見るすべもないありさまであったこんな大きな返事は人心にも多大な影響変化を与えずにはおかなかったみるみる中に都会人としての優雅な気持ちはすっかりなくしてしまったそんな気持ちがいろんなところに現れたものであるがまず昔のように牛舎島に公家たちが乗ったのも もうそんなものには乗らずに武家風に馬に乗ってその敏昇なところを好むというようなところに現れてきた。これを見ても昔のごとく優雅なのんびりとした風はなくなってしまった。またその所領の望みでも今は平家に縁故の多い最南海の所領を人々は目指したけれども新都に遠く離れた東北の荘園は誰も望むものはなくなってしまった。このように全てのものが変わってしまったのである。 私はふとした偶然のことから摂津の国の福原の新し都のありさまを見る機会を得たのでその状態を述べてみるとまずその広さというものは京都に比べると実に狭いもので京都に倣ってその市街を五番の目のように区画することさえできないありさまなのである。北の方は山になっていて高く南の方は海に面して低くなっている。 そして海岸に近いので波の音が絶えず騒々しく響いてくるのである海から吹いてくる潮風がことのほかに強いところであまり恵まれた土地ということができないありさまであるさて最も重要な皇居は山の中に建てられてあったふとその建物を見て斉明天皇の朝倉の安宮の木の丸殿もこんなのではなかったかと思えて考えようによっては存外に風情があって 風変わりなだけにガチのあるものであるかもしれないとも思われたこういう新しい皇居のおありさま新しい都の状態であった京都の方では毎日毎日引っ越しに人々は忙しかった多くの住居は壊されてはいかだに組まれて川を下って運ばれるのでさしもに広い淀川もいかにも狭いように思われるほどいかでいっぱいになってしまった このようにして多くの家が福原へと運ばれているのであるが福原の土地を考えてみるとこちらから送られたほどには家が建っていないからまだまだ空いている土地が多くあった建ててある家の数は少ししかない一体あれだけ川幅が狭く見えるくらいに送られた家はどこに建てられるつもりかまたどこに建てているのか一向に見当もつき添うにはないのであった京都はますます 日々と荒れ果てていくそして新しい都福原が都として完備するにはまだまだ日数が必要なのであるこんな時世の間に住む人々の心持ちの落ち着こう道理もないまるで青空に浮かび漂う雲のごとくに風の間に間に動いてまことに不安定そのもの人々の心は暗かった 元から福原に住んでいた人々は新しくお天使様と一緒にやってきた肝心たちのためにその土地を奪われてしまって嘆き悲しんでいる。また新しくやってきたそれらの肝心たちは自分たちの住みかを立てなくてはならないので、その面倒な仕事のために苦しんでいる。どのみち好もしいことどもではないのである。 ふと往来を行き交う人々に目をやってみると義者に乗るべきであるところの尊い身分の者がそんな者には乗らずに馬に乗ったりいかん包囲を着ていなければならないはずの大宮人たちは信仰の勢力にこびて武家の着るはずのひたたれなどを着て大宮人の優美な風俗をなくしてしまいそうしてついには都らしい優美に。 ガチのある風俗はみるみる中に亡くなってただもう田舎めいた荒々しい武士と少しも変わるところのないまことに情けないありさまとなった。ほのかに聞き伝えるところによると昔の聖天使様の御世にはご政治の中心点は一般庶民を憐れむというところにあったようである。民草たちが貧乏のために苦しんでいる時とか。 何かの返事のために苦しんでいる時などは尊敬の恩味で荒らせられながらご自身のお住まいの皇居のことなどは少しもお構いなさらずに軒の端に不ぞろいなかやの端が出ていてもそれさえお切りにならせられずにその上に民草が食べるお米のない時には年さえも免除されたほどなのであるこうしたおことは世を平和に治めなされたいというかたじけない大心から出るのであってありがたいものなのである ところが現在のありさまはどうであろうかやれ都の移転だとか何だかといっては人心を平和に収めるところか不安のどん底に陥れているありさまではないかもっともこれは清盛が武道の極端な戦王の現れなのであるが何にせよ昔の聖天使様の御代のことを考え合わせてみると実に覚醒の間に耐えぬありさまはまことに嘆かわしいことである。 幼和の頃の出来事であったと覚えているが何分にも古いことではっきりした時は言われないのだがその頃の2年の間というもの実にひどい飢饉のあったことがあった実に惨憺たる状態を呈したことがあった春から夏にかけての長い間に一滴の雨すら降らず毎日毎日の日照り続きで田畑の作物は皆越ししてしまうありさまであった それかと思うと秋になると台風があったり大雨が降って大洪水になったりして全く目も当てられない様子で穀物等の収穫はまるでなくただいたずらに田を耕し畑に種をまいたのみでその甲斐はなく秋の忙しい入れ時には何もすることがなく全くの前代未聞の災難が起こったのであるだから一年分の米もなく 食物もない有様である食物のない先祖伝来の土地の生活それは苦難の連続でなければならないだから人々はその先祖代々住み慣れた土地を見捨ててしまって諸国を放浪して歩いたりするようになったまたある人々は家や高地を善で見忘れたかのように見捨ててしまって山の中に入り込んで暮らしたりしていた 山の方がまだまだこの2頭の食物があったからであろうと思われる。こうしたまことに惨憺たる状態にあっては人々は自滅の道をたどるよりほかに道がないと天使様の方でもご心配にならせられていろいろなご祈祷や特別に霊言新たかなと言われている手法等を執り行わせられたものであるが一向にその言も現れては来なかったのであった。 元来京都の人々は何事によらずその物資の供給を全て田舎から受けているのであるからその供給者である田舎が天才のために物資が全然取れなかったのであるから京都の人々はもちろん物資の不足を告げるようになってきたのである京都は全く物資の供給者を失ったことになったのであるこうなると困るのは京都の人々である第一に食物を得ることができない それでその食物を得るためにとうとう恥も外分もなく家財道具を捨て売りにしてはお米を持っている人々のところへ買いに行くのだけれども鉱物資の不足している時に大事なお米は売れないとあってとても高い値でなければ売ってくれないこういう状態だからどれだけお金があっても宝物があってもどうにもならないありさまであるだからだんだんと日の経つにつれて小じきともが多くなってきて 路傍にいっぱい群がって食を乞うその哀れな叫び声が道に道ち溢れて聞こえてくるようになってきたのである。しかし要和元年もこのような惨憺たるありさまの中にどうやら暮れてしまったのである。明けて要和二年、人々は今年こそは物資の豊かな平和な世に立ち直るものと期待していたのであるが、その期待は見事に裏切られてしまった。というのはこういう飢饉の惨状の上に、 またその惨状を上塗りするかのように薬病が流行しだしたのである人々の惨状は目も当てられずますますひどいものとなっていったのである元のような平和な世はどこへ一体行ってしまったのかと恨みたくなるくらいであった人々は飢饉で弱っている身に薬病の難にかかり多くの人々はその生命を落としていった 一方物資の欠乏はますますひどく人々は苦難のどん底に落ちていったこの有様はちょうど水の若いところにたくさんの魚を入れたようなものであって所詮は皆その生命を奪われる悲しい運命にあったのであるついには相当な身分の人たちでさえキャハンに足を包み顔を傘に隠して恥ずかしさを忍びながら軒並みに職をこいながら歩くという有様になった このように職をこいながら歩いたとて職を与えてくれる家とてあろうはずがないので人々は疲労困憊その極みに達してしまって今そこを歩いていたかと思うとちょっとにばったりと倒れてその尊い生命を落とすということはもうごく普通にあり得るという意図も哀れな状態にまでなってしまっただから街路にはどこへ行っても行き倒れた哀れな人々の死骸が見いだされた あちらの土塀の前こちらの門の前というように全く目も当てられないありさまだったその上にこれらの餓死し生き倒れた人々の屍を取り片付けようとするものがないので日が経つにつれてだんだんと屍は腐っていって型が崩れ悪臭はふんふんとして町中にあふれていたのである町がこのような状態なのであるから鴨のの瓦などに至っては 実に数多くの屍がいっぱいにあふれていてそのために義車や馬車の通る道すらもないというひどいありさまであった山へ行って薪木を取ってこれを都の人々に売ってその日の暮らしを立てている先民や娼婦たちは上のためにもはやその毎日毎日の仕事すらできないのであるそのために都の人々は薪木が不足してきたのである だから全くのよるべのない一人者等は自分の住みを破壊してはき木にこしらえてこれをき木に困っている人に売ろうとするのであるが一人が町に出て売ってくる代価だけではその人一人すらの生命を保つだけの値にもならないという悲惨なありさまである。それにもましてきっかいというか哀れというかまことに変なことがあった。 たき木の不足を補うべきものの中に立派な塗りのしてあるのや金銀の箔のついた材木が時々混じっていることであったこれはまことにか開旋盤といろいろと考えてみるといよいよ飢えのために困った人々が売るべきものは皆売り尽くしてしまったものだから寺院の中へこっそりと入っていって仏像を盗んできたり御堂の道具をむしり取ったりして。 それを焚き気にして売りに出したものだということが分かってきたのである物資の欠乏が欠くまでに人の心を濁らせるものかと安全たるものがあったこうした大変な世の中に生まれあわしたばかりに楽しかるべき人生にこうした悪辱の姿を見なければならないのは誠に情けないことである世を挙げての悲惨な中にもまして最も哀れであるのはお互いに愛し合っている人々の運命である 相愛の夫婦、深く愛している夫を持ち妻を持つ人々は自分はとにかくとしてまず愛する夫へ愛する妻へとなけなしの食物すらも与えるのが人情であるこうした人々は必ず深く愛する者が先に餓死し,しなくてはならないのはあまりにも明白なことであるこのことは親と子の間には最も明白に現れるのであった親を愛さない子は世にあるとしても 子を愛さなないいところの親はないはずであるだから親は必ずその得た食物を子供に与えてしまうので親は必ず先に餓死し,しなくてはならないのである誠に最も強き愛は親の子に対する愛と言わねばならないこうした返事の時には最も明らかに現れるのである母親の乳房を求めて泣く子供が方々に見られるのであるがすでに母親は死しているのに その屍に取り付いて泣く赤ん坊のいたいけな姿はこの世での地獄と言っても決して言い過ぎでないような気がするのである。まったく今日の町々は昔の平和はどこへやら今は生きながらの地獄のせめくにあっているありさまである。その頃忍仁和寺に流行法院という出家があった。この人はあまりにも悲惨な世の中のありさまを見。 またかくも多くの人々が日々に死していくのを嘆き悲しむのあまり何とかして死した人々に仏縁を結ばせてやりたいものだと発願したので毎日毎日町を歩き回って屍を発見する度にその額に「の字」を書いて極楽往生を念じたのであったこうして「の字」を書いて成仏させた人数はどれほどあったかというと 4月と5月の2ヶ月の間にの字を書いた死骸の数は都の一条よりは南九条よりは北京極よりは西朱雀よりは東のその間だけでも驚くなかれ全て4万2 3 0余もあったというのだからどれだけ大きな変事であったかということがわかることと思われる2ヶ月という短い間にさえこれだけの死者を出しているのだから。 ましてその前後に起きて死している人々の数を入れて考えてみると莫大なる数になり都の住人のすべてが死したのではないかとさえ思われたかもしれないその上に河原や白川や西の京の死者をもそれに加え全日本の死者の数をも加えていったならば全く再現もない途方もない数になったのは言うまでもないことである。 その昔崇徳天皇の御世の嘲笑の頃にもこのような飢きのあったということを私は聞いているのであるがその時の状況は目の当たり見たのではないから全く知らない。が今度の飢きは目の当たりにその惨状を見せられていかに飢きのひどいものであったか今度のは全く刑務の陳事であり前代未聞のものであることには違いなく 全くもって何とも言えぬ哀れな出来事であった同じ頃の出来事なのであるがもう一つその上に大きな地震という災難に見舞われたことがあったその地震というのが今まであったどれよりも強くしたがってまたその被害も常日頃のようなものではなく実にひどいものであった大きな山は地震のために崩れてきて下に流れている川を埋めてしまったり 海の水は逆行して岸辺に登りさらに人の住みかのあるところまで流れてきたりしたほどであったまた土地が2つに割れてその間から水が湧き出してきたり大きな岩がゴロゴロと谷間に転げ落ちたりしていやもう大変なものすごさであった海に出ていた船は地震のために大波のために木の葉のごとくに翻弄され道を歩いている人々や 馬や牛などはヒョロヒョロとしてその足場を失って倒れたりする始末で大変な騒ぎであった都にあるところの立派な家や大きな家や小さな家は一軒として満足なものはなく全てが倒されてしまっている神社や仏閣等も数多くその立派な建造物を倒されているありさまである完全に倒されたのや半分倒された家々のあたりには まるで盛んな煙のようにゴミやバイが立ち上っている地面が揺り返しの地震に揺れたり大きな家が倒されたりするときには雷様のなるようなすさまじい音がするのである人々は落ち着くところもなかった家の中にいれば今にも家が押しつぶされはしないかと心配でじっとしてはいられないし外へ走り出れば地面が割れてくる始末 どこにも行きようがなかったもしも空へ逃げることができさえしたならば一番良いのだが情けないかな人々には羽がなくてそれすらできずまことにまた飢饉以上の情けない哀れな状態と言うべきだもしもこの場合に竜にでもなり得たならば雲に乗って昇天するという手も考えられはするのだが。 情けないことには竜ではなく人間なのだからどうすることもできないありさまである世の中には恐ろしいものは他にもいくらもあるのだけれども地震の大きくて強いのほど恐ろしいものはないものだとつくづく悟ることができた次第である人々の落ち着き場所もなくなるほどに強く激しく振動するところの地震はしばらくの後にやんでしまったのであるが その後に来るところの余震というものはなかなかにやみそうもなかったその余震さえもが普通には誰でもが驚くそこの強さのものでこれくらいのが日に二三十度は必ず立ったのであるしかしだんだんと日がたち十日過ぎ二十日過ぎとなっていく中にさしもにひどかった余震もだんだんと度数が少なくなり間を置くようになってきた日に四五度の少なさになり 2 3度になってついに一日おきになり二三日に一度とだんだんに少なくなってはいったものの大体に起きて三月というものの間は余震がずっと続いていたのである。火水風は絶えず人々に災害を与えているものであるのだが大地はあまり災害を与えるものではないものなのに今度ばかりは地と見当違いにひどく大きな災害を与えたものである。 今度の地震と昔の最高の年間にあった地震で東大寺の大仏様の頭を地に落としたと言って騒いだ時のと比較してみても今度の地震から見るとそんなのは物の数でもない小さいものなのであったそれほどに今度のはひどかったのであるこのようにいろんな災難に遭遇してみると人の生活というものがいかにつまらなく 人生そのものさえ味気ないものに思われてきてせめてこの世にいる間だけでもとお互い相助け合い気持ちよく知りしよくをむさぼることなく暮らしたいものだと人々は考えるようになってきた少しは濁っていた人々の心も打ち続く災難のために改まったのであろうけれども人々の心持ちなんてまさになるものではなくだんだんと日がたち月がたち年がたつにつれて そういった大きな災害のあったことなどいつの間にか忘れてしまってお互いに助け合うのお互いに尻死欲をむさぼらずに気持ちよく暮らそうなんていう気持ちはもうどこへやら行ってしまってまた元の尻死欲のみを考えるようになり嫌な世の中にだんだんとなっていってしまったまことに情けないことであるすべて世の中は無情であって なかなかに住みがたいところであるということは常述の通りでありまた自分自身の運命のはかなく頼りないことも同じでありその住みかさえいついつどんな災害に見舞われないとも限らないのも同様のことであるまして人々はその上に住む場所や身分に応じて世の絆の拘束のためにどれほどに悩んでいることか知れやしないこのように世の中は難しく住みがたいところなのである 一方には自然の災害があり一方ではお互いが愛し合うこともなく一人一人が勝手に暮らしているこんな世の中は全く地獄も同然と言ってもよいのだ。住む場所にしたところで家のぎっしりと詰まっているところの狭い町の中に住んでいるとしたならば一度猛火に遭遇した場合には必ずその災いを受けなければならないのだしそれが嫌だと言ってずっと町を離れた田舎の方に住むとして。 火災の難は逃れるとしても、ちょっと外出したり散歩したりするにも道路の悪い田舎道を長く歩かねばならぬという不便なこともあるし、あまり人里離れた場所ではしばしば盗賊に襲われるということも覚悟しなければならないのである。これでは落ち着いた暮らしもできたものではない。県政のある者はその現在持っている県政では決して満足していないで。 もっと強い権勢をと望んでそのためにいろいろと苦労をするのだしそれかといって何らの権勢もなく身分も低くて孤独なものは人々の軽蔑の対象となって苦しまなければならずまた財産があまりにたくさんあると日夜盗賊に襲われはしないかと心配して夜もあまり落ち着いては寝られないであろうし。 それかといって貧乏であってみればその日の食のために日夜心配し苦労しなければならないであろうしこれもまた相当に苦しいことであるそれかといって人のお世話になっていれば自分自身はなんだかその人の奴隷のように扱われて苦しまなければならないかといって人に情けをかけて世話をしてやるとしてもまたその情けにひかされて一苦労しなければならず すべてがこのありさまでは苦痛の種となってやりきれやしない世俗一般の人々が普通にやっている生活の法則道徳律等を守って生活しようとすればどこかに空虚なところがあって本心からこれで満足だと思うことがなくて苦しいし。 そうかといって普通の人々の生活を全く離れて自分の思っている通りに生活すれば自分の本心は非常に満足に思うのであるが世間の人々から強靭扱いをされてこれまた苦しまねばならないのである。こう考えてみるとごとんなことをしても苦しまなくてはならない世の中にあって自分は一体どうすれば苦しみもなく落ち着いて暮らすことができるかと全く分からなくなってくる。ナイをなし。 どこに住めば一体私の心は永遠の平和を得、本心の満足を得、落ち着いて生活することができるのであろうか。つまるところは私はまだまだこの属性に執着を感じているのではあるまいか。もしそれだとするならばこの属性を逃れることが最も私の生活に満足を与え、平安を与え、落ち着きを与えてくれることになるのかもしれない。 私は父方の祖母の家督を継いでその家屋敷をも受け継いでそこに住むために祖母の長く住んでいた土地に長くいたのであるが家族のものに先立たれたりいろんな不幸が打ち続いてあったためにすっかり私は元気を失ってしまいついにはそこに住んでいるといろんな過ぎ去った不幸を思い出すので嫌になってとうとうその土地を見捨てる決心をしてしまった。 そうして自分はもう属性では決して満足が得られないのでこれをも捨ててしまって人の来ないところに小さいいおりを作って住むことに定めたのである。その時私はちょうど30歳であった。このいおりは祖母から受け継いだ家と比較すればその十分の一のもので誠に小さいものであった。それでもその中に自分の今だけは作ることができたのであるが住みかと名付けるだけの部屋を作ることはできなかった。 ささやかなひもろぎを作ったけれどもこれを飾るところの立派やかなもんは作ることができなかった竹を柱にして車を入れるところを作っていたがこのいおりは少し風が強く吹きでもすると吹き飛ばされはしまいかと心配になりまたその上に雪でもあれ狂ったならばいつ押しつぶされてしまうかわからないというような真実にもって危険千万な建物なのである その上に河原の近くに位置しているために洪水が出たとすればひとたまりもなく押し流されてしまう危険がありあまりに人里離れた土地ゆえに盗賊の心配また大変なものであるこうして属性を逃れてきてもいろいろな心配は常に耐えるものではないのである心配ことや苦しいことばかりが世の中には多くて少しも落ち着いて暮らすこともできずまことに住みがたい世の中だ 嫌な世の中だと何だと不平を言いながらも私はすでにもう30年という長い間この苦しいつらい世の中に耐え忍びながらも住んできたのであるそしてその間にあったいろいろな出来事や嬉しいことよりも悲しいことの多かったこと思いがけない災難にあったこと失敗したことなどによってしみじみと自分の運命の情けないことを悟ることができた。 それでもまだまだ全く用を捨てることはできなかったのであるがついに50歳の春には全く家を捨て苦しい用を捨て全くの頓性を決心してそれを実行したのである元より私は孤独の身で妻や子はないのであるからそうした家族の愛に引かされるということは全然ないのだからそういったことには全然悩まされることもなかったまた好意交換や尊い感触や たくさんの宝竜刀というものには全然用事のない身であるのだから何一つとして属性に引き付けられるようなものもなく大変に楽に用を捨てることができたのであるこうして全くの頓性の生活を人里離れた大原さんの雪深いところに送るようになってからもう長い間の時が経ち何回かの春秋を送り迎えした回であるもう年も60近くなり あともう嫁命きかもない時になってから一つの新しい住まいを作って済んだことがあった。ちょうどこれはついに行きくれた旅人がやっとの思いで一夜の宿りの場所を見つけてほっとしたようなものであり、またこれは年老いたかいがまを作ってこもるようなものでまことにはかないものではあるが何か心楽しいものではあるのである。 この新しい住処は以前に作って住んでいたものにひぶればその100分の1にも及びもつかない小さいものではあったこういうふうにだんだんと年を取っていくにつれて自分の住処までがだんだんと狭くなっていくなんだかいかにも自分の運命そのもののように思われて寂しい現在自分の住処はどんなものであるかというと世間に普通一般に住処と言われているものと比較すればそれは。 もう住みということさえできないような茶地なものである。がこれで自分一人が住むにはまことに相応していて心持ちの良い住みであることには間違いはないのである。広さはわずかに一乗四方という小さなもので高さもそれに相当して七尺に満たないものなのである。 一体私はどこに住まなくてはならないという考えは全然ないのであるからここが良いとかあそこが良いとかなんてことは少しも考えないでただ気の向くままにどこへでも土台を組み屋根を組んでいたといたとの継ぎ目には掛け金を掛けるのみでいたって粗末なものではあるがそれだけはいつでも気の向くところに至って簡単に建てられるという便利があるのである。 だから立ててしまってからでもそこに何か気の向かないことでもあればちょっとに壊してしまって他の場所へ移っていくのである他の場所へ移るにしても少しの費用しかいらないのであるせいぜい車が2両ばかりあれば結構なのでこの車の仮賃さえ支払えば労力は自分でできるのだから至ってやすやすと引っ越しもできるのである 現在の日野山の草案を立ててから後にその草案の東側に粗末ながらも三尺余の日差しを取り付けて日よけにしてその下で芝を折ったりするのに楽なようにした。南には竹の縁側をこしらえたり北に寄った方に障子を隔てて阿弥陀様の絵像を安置してその傍らに不賢様の像をかけその前に法華経を置いた。 西の端には物を置くのに便利なように赤棚を作ったりしていろいろと住居らしい設備をしていった自分の寝床には東の端にわらびの方を取ってきて敷いておいた西南の方には竹の釣り棚を作ったそれは真っ黒な川の籠3つばかりを置くためでありその籠の中にはいくさつかの和歌の書物や音楽の書物または往生幼獣等の抜き書きしたものが入っている これはつれずれなる織に読みかつ慰めにするためである。その傍らには織りことと次びわと名付けてあることと琵わとを一丁ずつ立てかけておいた。成術のごときものが現在の私の住まいである。住みかの周囲の景色はどんなものかというと、南の方には石で作ってある水たまりへ水を引くための掛けどいが作ってある。 毎日の必要な品である滝木はすぐ近所に森があるので少しも苦労することもなく集めてくることができるのであるすぐそばには富山という山があるのであるがこの山への道にはマサキカズラが一面に生い茂っていてまったくその道を埋めてしまって登るのには少し困難を感じるようである谷間にはう蒼そうたる草木が茂っているので少し暗さを感じるほどではあるが 西の方はカラリと打ち明けているので西方にあると言われている浄土のことや仏様のことをそちらの方を向きながら黙想するには誠に良い場所である春は藤の花が谷間に一面に咲いて紫の雲がたなびいているようで全くうっとりとするような景色が西の方に見られるのである夏が来れば格好がしきりとあの哀愁な声で鳴き昔の人の言ったように 死での旅路の道案内をすると言われているこの鳥の鳴き声はなんだか自分が死んだ時には必ず道案内をして極楽往生をさせてやると約束しているように聞かれて誠に嬉しく感じるのである。秋は日暮しが山一面に泣き出して私にその悲しげな声を聞かせてくれるその声は私にこの世の儚い運命に対する非化を聞かせてくれるような気がしてなんだか物悲しく物思いに沈ませるのである。 冬になると全山雪に覆われてしまう時が時々あってしみじみと雪の山の美しさを味わわせてくれるのである。また降った雪がだんだんと消えていってなくなってしまったりまた降って積もったりするのを眺めていると人間の罪悪というものもちょうどこの雪のように積もっては仏様の大きな御心によって清めてなくなったり。 また罪を犯してまた清められたりするありさまを思い出さずにはいられないのである。毎日毎日仏様にお念仏を申しているのであるがどうしてもそれがお劫になったりまた仏様への度胸が大義でしようのない時には自分から怠けてみたりお念仏も度胸をしない時さえもあるのだがそうしたといったところでここには誰もいないのだから。 怠けたことを恥ずかしいと思うような友もいないものだからつい怠けてしまうのである。こうした人里離れた山の中にたった一人で暮らしているのだから自然に無言の業をしなければならないのだしまた自分から必ずしも仏のお会を守ろうと努めている会ではないのだがこんな山の中では仏様の戒律を破るような誘惑は全くないのであるから自然と戒律を守ることになってしまうのである。 何も成人君子になろうとしているのではないけれども話す相手とてもないこんなところでは自然と無言の行をなすことになりまた自然と仏様の道を行うようになってしまうのであって何も自分からの助力でこうなったのでは決してないのであるあまりに退屈で仕方のない時には岡野の,の矢のあたりを通る船を眺めては。 船の後に残る泡の消えたり現れたりするのを見て人間の運命の儚さを考えたりすることもある。また個人のマンシャミが行ったところの風流を真似て歌を読んでみたりするのである。また言うともなって夕風がカツラの木に当たってさやさやと木の騒ぐ時には神陽光の夕景色を思ったりするのである。時にはカツラ大納言に真似て。 秋風という曲を琵琶で弾いたりすると、笑風の音がこれにまるで忘するように聞こえてくるのである。流線という曲を弾くと、谷間を流れる水の音がこれに忘するかのように聞こえてくるのである。私の琵琶を断ずる技能は決して上手であるとは言えないのであるが、誰のために弾くということもなく、ただ自分で弾いて自分で楽しむのだからこれで十分なのである。 自分はその曲を弾いて爽やかな気持ちになって落ち着いて自分の生きていることを楽しみ山の孤独の寂しさを慰められればそれで結構なのである草庵から少し行った山のふもとに一つの小さな小屋があってそこには山盤の人が住んでいるのであるそこには一人の子供がいてその子供が時に私のいおりを訪ねてきて私と話し合うのである まあ私のいおりのただ一人の客人と言ってもよいのである。話すことも別段になく、それかといってなすこともないときには、この子供を友としてその辺の山を商用するのである。その子供は実際で私は60の坂を越している年寄りではあるが、年こそ違っているけれども、二人で山を歩いてお互いに楽しむということには少しも差し支えはなく、全くの良い友達同士なのである。 ある時には山を歩きながら草花を取ったり岩なしを取ったりするのであるまた時にはぬかごを拾ったりせりを積んだりする時もあるのであるそんなことにも秋田時には山麓まで行って谷あるところの落ち棒を拾ってほくみを作ったりするのであるまたあまりにお天気の良い和やかな日には峰に登ってみて遠くふるさとの空を眺めたり小畑山伏見の里 はつかしとうの辺を見渡したりするのであるこうした景色のとれた山々は誰といってこれを占有する人がないので心いっぱいに楽しむのには何のさわりもないのでまことに心楽しいことである心がほがらかであって少しも歩き疲れるということのないときには遠くへ行くこともあるのである。 そんな時には墨山を越えて笠取りを過ぎて行って上間の神社に参詣をして石山にもお参りをすることになっているのである。もう少し遠くの方にある淡津の原に行って西への蝉丸の住んだと言われている刈屋の廃墟を訪ねて蝉丸の霊を慰めたり田中見川の彼方にあるところの猿丸ルル太夫の墓所にお参りすることなどもあるのである。 こうした遠出の帰りには季節季節に従って春は桜の花の小枝を折り返り秋は楓の石を折り返るまたは一束のシダを一籠の好みを取って帰って仏様にお供え申したりまた自らの食料にしたりするのである月の美しくさえ渡った夜には月光を美しく刺す窓辺によって昔お互いに付きあった古い友達のことを思い出しながら 悲しげに月に叫ぶ猿の鳴き声を聞いたりすると思わずも涙の目に浮かぶことさえもある。草むらにいる蛍の明かりはまるで薪刀の松明ではないかと思われるばかりにたくさん谷間に輝いていて私の寂しい心を慰めてくれるしまた暁型の眠りを覚ます暁の夕立はなんだか木の葉を吹き散す嵐のように思われたりするのでなんだか物寂しく。 そのの音に聞き入るるであるほろほろと鳴くのの鳥の鳴き声を聞くにつけても今の一声は父の声ではなかったかそれとも母の声ではなかったかと疑ってみたりして昔久保のいます頃の生活を懐かしく思い出してみたりするのである。 こんなに山深く住んでいると同じく山深くに住む鹿などが慣れ慣れしくイオの近くまでやってくるのを見ても自分がどれだけ属性から遠く離れて暮らしているかということを示されたように思われて何かしら寂しいような感も抱かれたりすることもある。60余りの牢橋に入ってみると夜の眠れないことが時々にあるのだがそうした時の唯一の楽しみは炭火をかき起こしてこれに温まるのが何よりである。 こうした時にには炭火ででもも大切ななな友達になってくれるものなのであるののあ別に恐ろしいことのあるというほどに山奥でもないのであるけれども陰気なフクロウの鳴き声を聞いたりするとなんだか心寂しく哀れさをしみじみと感じさせられて感に耐えぬこともないではないこのように山の中の景物は春夏秋冬それぞれに面白みのあるものを与えてくれてなかなかに尽きるものではない。 まして私たちよりも内政の深く知覚の鋭い人々であったならば私の感じたもの以外にもまだまだ面白みのあるものを発見してこれを楽しむことができたであろうけれども私のようなものでは以上のようなものにしか楽しみを見いだすこともできずなんだか身を哀れに思うのである。私がこうやって山の中に入って住むようになってからはや5年の月日が経ってしまった。 月日の経つにつれていおりもところどころが破れ損じているし軒下には落葉が深く積もっているしそしてその葉は朽ちるに任せてあるのだまた苔が床の上にいっぱいに生えるようにさえなった今日からの時々の風のたよりに尊い身分の人たちの多くが亡くなられたということを聞くことがあるのだがそれと同じように身分の卑やしい人々もたくさんに死んでいることであろうと思われる。 多くの住処がたがたびの火災のために焼けうせたという話を聞くのであるがこの卑しい自分の住処だけは火災にも合わずまことに平和なものである。どのように狭いものであったところで夜の寝床はあるのだし昼の所見をしたりするところもちゃんとあるのだから自分自身が住む上には何らの不便も不足も感じないのである。 ヤドカリが小さい貝の中に住むのもきっと自分の身の程をわきまえてのことでヤドカリには小さい貝がそう応した住処なのであるまたミサゴが人を恐れるのあまりに波の荒い海岸にいて人々を近づけないのであるヤドカリやミサゴのように自分は自分なりの小さい住処に住みそうして世の中の儚さ自分の運命の哀れを知って世を離れてこうした山の中に住み 富も求めず位も求めずにまして俗世間と交際あるようなこともなくサゴやヤドカリが自分自身だけの平安を楽しむようにただ一人で何の不安もなく暮らしているのであるすべて世の中の人々が家を建てる目的はほとんど自分自身のためでは決してなく親のためだとか妻子のためだとか他の家族のために建てるというが普通である。 または他人への見栄のために建てたり主君や師匠のために建てたりするものなのである財産や宝物を入れるために建てたりすることもあって決して自分だけのために建てるということはないものなのであるところが現在の私の建物は純粋に私自身のために建てたものなのである人のために建てるといったところで私にはすでに両親はないのだし妻や子供すらもないことだし また一緒に住むような友達もなく使用人も置いてないのだし全然今の境遇では家を建ててやるような人はいないのであるから結局自分自身のために建てることになったのである。現在の世の中においては人の友達になるためにはまず何よりもお金持ちでなければならずそしてその人に慣れ親しむということでなければならず。 必ずしも情に深くて素直であるということは必要とされないのであるからこのような軽薄な友達付き合いをするくらいならばそれよりも山の中にいて自然を友とし音楽を友としてその日その日を暮らすのがどれだけに良いことか知れやしないのであるまた人の使用人になろうとするような人々はまず給料の多いことを望み何でもお金になるところへのみ行きたがっている始末で かわいがって情けをかけてやって養ってやっていても給料が少なかったりすると決してそこには使われていることは承知しないありさまなのである。これでは人を使ってかえって苦しまなくてはならないのである。そこで使用人を使わずに自分自身を使用人にするのが一番に良いことなのである。多少はそうすれば厄介なこともあるけれども人を使って苦しむよりはどれだけ良いかも知らないのである。 歩かなければならないことがあれば自分の足で歩くことにするのである。そうすれば多少は苦しいことではあるが、シ車や馬車に乗って気を使うよりはどれだけに楽であるか知れないのである。私の身は二つの使用人を兼ねているのである。一つは手でこれは召使いの用をしてくれるのだし、一つは足でこれは乗り物の役をしてくれてどちらも私を十分に満足させてくれるのである。 こうしたために自分の体が苦しくなってきたら使うのを止めて十分に休ませてまた丈夫になったら使うことにしているから決して無理をするということはないのであるだるくなって歩くのも仕事をするのも気が向かない時でも何も気に病むことはないのであるまして毎日働いたり歩いたりすることはこの上ない身の養生となることなのである だからどうしても何もしないで怠けているというわけにはいかないのである。歩いたり、自分の身の回りのことを他人の手を借りるということは明らかに一つの罪悪でなければならないのである。異色のことにいても同じことが言い得ると思うのである。藤の衣、朝のヤグといったようなもので着るものは十分に間に合うのであって、それ以上のものは不要なものなのである。また延べにあるつばなや、 峰にある岩なしの実などを取って食べていればそれで十分に生きていけるのであってそれ以上はまた不要なものなのである。他の人々とは全然交際しないのであるからどんなに貧しい身なりをしていたところで誰も何とも言うものでもないのだしまた食物のいたって乏しい山の中であるのだからどんなにまずいものでもおいしく食べられるのである。 こうして今の自分の生活を書いてみるのは何も他の止める人々にこうした暮らしをせよと言って教訓するのではなくただ自分がまだ属性を捨てずに属性に住んでいた時の生活と今の生活とを比較するために書いてみたまでのことなのである。この世の中というものは心の持ち方一つで苦しい世の中にもなり楽しい世の中にもなるものである。 精神がもし安心立命の境地に立っていなかったならばどれだけお金があり立派な住処に住んでいてもそれは何もならないのであってやはり苦しい暮らしをしなければならないのである。今自分はこうして寂しい山の中へ来て唯一間しかないところの狭い家に住んでいるけれども精神はまことに平安で毎日毎日を非常に楽しく暮らしているのである。 その上にこのように粗末な住処だけれど私はこの住処をこの上もなく愛しているのである。たまたま都の方に出て宅発をするのであるがそんな時には自分がこんな小じき坊主になったことを恥ずかしいとは思うことがあるのだけれどもこの小さな自分の住処に帰ってみると俗世の人々が浮世の妙利にのみ執着して暮らしているのを考えてみるとそれらの人々が哀れにさえなってくるのである。 が私がこんなことを言えば人々はお前は夢のようなことを言うと言うかもしれないがしかし魚や鳥の生活を深く考えてみると良いのである魚は一生を水の中に暮らして少しも水に飽きることがないまた鳥はその一生を林の中で送ることを願っているのであるこの鳥の気持ちや魚の気持ちは魚自身鳥自身でなくては知ることができないのである 私もそのように山の中で世を離れてただ一人住んでいるこの心持ちは本当にそうした生活をやってみなくてはわかるものではないのである山の中の環境の楽しさ寂しさ等には属性では味わうことのできない深い味わいのあるものであって本当に実践した人でなくてはこの味はわかるものではないこの味は好意交換に上るよりも お金持ちになることよりも数頭増しで私には良いことであり楽しいことなのである。さて私の一生ももう余命期間もなくして死での旅路に出なくてはならないのであるがもう現在では何も今さらに嘆くことも悲しむこともないのである。仏様のご経は何事に対しても執着心を持つなとあるのだが。 今こうして心静かに楽しく住みうるこの山の中の草案を愛することさえ一つの執着心の表れで罪悪なのである。私は仏様の世界から見れば何ら価値のない楽しみをごたごたと並べ立てて無駄な時を過ごしたものである。もの静かな夜明け方にこうした真理を考え続けていき。 自分の心持ちを深く反省してみると自分がこうして浮世を逃れて山の中へ入った最初の目的は何だったかといえばそれは仏様の道に精進しようとしてやったことなのであるがそれにもかかわらず自分の生活というものを考えてみると外見は成人のようではあるがその心持ちはまだまだ成人には遠く及びもつかないもので全く俗人のごとくに濁ったものなのである。 私の住みは昔の結馬古事の法条の暗室をまねて建てたのであるが自分の行いや信仰の上に起きては一番ロドンだったといわれている普通弟子の秀都氏のものにすら劣っているではないかそしてこの原因はあまりにも貧しい苦しみをしたのでそのためにあまりに苦しんだから思うさまに修行ができなかったのであろうかまたは煩悩があまりにも強かったがために心が狂ったのであったか などと自分がどうして誤入できえなかったかと自問自答しても何らの答えも与えられなかった。それでただ口絶の力を借りてラムアミダ仏と二三度仏の御名を唱えてその加護をお祈りするまでである。時に建略二年三月開日頃総連院が富山のいよりでこれを書き記したものである。